10月31日、今、なう、5時47分です。46年ぶりの満月。ハロウィンに満月が重なるっていうのが46年ぶりらしい。まあ、だからっていう感じなんですけど、家で過ごしてます。今年は、だいぶ減るとはいえ、多分コスプレして渋谷を徘徊する人たちすごい多いと、変わった信号、すごい多いと思うのよね。炭治郎何人いるんだよってチャットに書かれてる。あ、結構いるんだ炭治郎。まあでしょうね。ご飯はちょっと後にして、ネイルが剥がれまくりまくりまくりなんで、ちょっとマニキュアを塗り直そうかなと。マジで何も起こらないと思います。回してるけど、リアルなアラサー女子の休日です。ちょっとこの赤って綺麗に撮れないな。もうちょっとしたらあれしようかな、屋上に行って月見てみようかな。なんかブルームーンっていうらしくて、青いわけじゃなくて1ヶ月に2回満月が来る、それをなんかブルームーンっていうらしくて、一番地球から遠い位置に月がいるタイミングなので、すごくちっちゃい満月らしい。さっきなんかそういう気象関係の人のツイートにそんな書かれてましたけど、なんか赤いね指先。取れたは取れたけど、手洗ってきます。秋カラーネイルにしました。紅葉ちりばめネイルです。気がついたらハロウィンデザインみたいになっちゃった。はい、ネイルも完成して、一
てみようかな。スクランブル交差点、なんと1万4000人が見ています。今7時49分、7時49分の渋谷。あ、すごい、わかる。警備の警察官の、ほら、ここら辺の赤いの全部警察官の誘導灯ですよ。で、手前はなんか幼稚園児、保育園児みたいな黄色い帽子かぶったコスプレとか。これ信号変わりますね、間もなく。見てみようか、どうなるか。変わった。あー、すごい人。ね、このさ、奥のさ、駅側見て、人の数。わかる？この奥側。奥側の人。こんなに人いるけどさ、やっぱ渡る人少ないからさ、目的はハロウィンなのかな、みんな。ね、すごい人。びっくり。左手切っちゃうとね、ギター弾けなくなるんで。あー、痛い。私はね、美味しいんですよ、このクゼスク商店。お味噌汁です。もうちょっと具が柔らかくなったらお豆腐を投入します。ご飯は楽天でまとめ買いしてる熟成3日目の、酵素玄米ご飯。こんな感じで俵2個分が入ってて、食欲によっては俵1個分だけ食べる、食欲によっては俵2個全部これごと食べちゃいますけど、美味しい、これおすすめです。
10月31日、世間はハロウィンですが、私の晩ご飯です。酵素玄米、具沢山お味噌汁、白菜ときゅうりの浅漬け、お漬物。以上。大根も玉ねぎも柔らかい。今まりちゃんから写真が届きました。渋谷ナウ、ナウ渋谷、これが今の渋谷。マリちゃん無事に帰れるかな。すごいね、渋谷にいるの。立ち止まったら怒られるって警察にね。そうだね、動き続けてくださいってことね。人がたまらないように。すごい。おいしい。奇跡的にマリちゃん見つけられないから。顔までは識別できないのね。ちょっと粗め。見て、満月こんなだって。すごいよ。お腹いっぱいになってきた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちゃんとお腹いっぱいになった。
美味しい。ああいいね。見つける長く回しすぎてカメラの充電が気がついたら切れてました。そんなわけで10時を回りました。はい、10時6分、ハロウィンの夜、いつも通りの一人でお家でまったり過ごす土曜日を過ごした2試合でした、よかったら実際私もそんなもんだったなっていう共感してくれる方、いいねボタン、グッドボタンお願いします。もしくはなんかなんでもない、
で、あのフラッシュの点滅がいっぱいあるのが今テレビで流れてます。はい、そんなわけで、明日から11月に入りますけど、頑張ろうね、残り2ヶ月では、お家から西大でした。ありがとうも下げました。お風呂入って寝ます。バイバーイ。下げました。